さあ、最終組のランナーは全て高校生です。女子高生ですね。さあ、横一線、全くちょっとコースつけがたいような展開となっておりますが、外側から2番目は市川、一番外側は市川高校、金吉さん、そしてその内側、第6レーンは千葉 A は渋谷さん、その6レーンの選手がトップで入ったかなという感じ。風は向かい風の 1.2 ですからね。第6レーンの渋谷空野さん、千葉岩高校が29秒12のタイムでのトップとなりました。さあ、この後は10分少々をかけまして、男子の 200m 競走のレースが64組に予定されております。この後すべて 200m、 トラックは 200m 競走です。第2競技場は 1500m 競走が今12時にスタートしまして、30組予定されております。何時間かかるんでしょうか。まあ、この辺りがですね、実は運営も大変なところもありますけども、千葉の陸上の強さを支えているのは、まあ、競技人口、また複数仕事を出たりとかですね、総合力を高めていく貪欲にチャレンジする、まあ、こういったようなところが、まあ、正直言いまして運営的には大変になりますけども、裾野が広く頂点が高いというような考え方で、強さの一つの現れかもしれません。 1500m 競争は何と30組の競争になります。そしてフィールド競技の方は11時半から男子の走り幅跳びの3組4組、フィールド内におきましては、女子やり投げ競技は1時30分からの競技予定開始予定となっております。ウォーミングアップの